乃木坂46の久保詩織が15日、乃木坂46のオールナイトニッポン、日本放送、毎週水曜25時に出演。メンバーの岩本蓮加に怒られたあることを明かした。久保詩織、岩本蓮加に怒られた理由とはこの日少女漫画風に、お前さ、氷が見切った。それわかるよ。だって俺毎日お前のこと見てるからな、と女性に言えば、モテる、と勘違いしていたというリスナーからのメッセージを紹介。すると久保も、日頃から乃木坂46のメンバーによく、噛み切った、と聞くと切り出した。久保としては、メンバーなんて、それこそ、わかるよ。だって俺、毎日お前のこと見てるからな、の気分だと言うが、その一方で、大体切ってないと、全く久保の読みは当たらないのだという。とりわけ先日は、めちゃくちゃ岩本蓮加ちゃんに怒られた、といい、しおりさあ、そうやっていっつも適当に言うよねってこの前結構マジで怒られたと告白、やっぱりメンバーとずっと一緒にいるから些細な変化にも気づいてるつもり、にもかかわらずほぼ外れてしまい、これは自信あると思って言うと、一週間前とかちょっと遅いとか、とニアミスが多いのだと残念そうに口にしていた。